皆さんどうもこんばんは。ゾワゾワゾワ。オッケーございます。前回、あいつを倒したところで。今回は、ってなっていうところで。あれこれってさ、あれで回すんじゃね？あ、そう、これで。よいしょっと。あいだー。なんか、明るくなってね？空。なんだと？あ、俺、あいつ嫌い。好きか嫌いで言うと大嫌い。家の中にいれば安心ですね。うっさー！びっくりしたー。なんでお前を待ち伏せしてんじゃねえよ。お前ゲームだと嫌われるタイプだぞ。お前 CG やってんじゃねえぞ。こっちはなに、タタ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 。これ、お、そう、なにこれ、ピタゴラスイッチやん。テレ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 。ミランダお母様に山を一つもらった。山を一つもらった。ここならカズーの実の、カズーの実験がたくさんできる。俺の秘密の研究所だ。今日は実験台のお腹にカズーを見つ入れてみた。弾けてぐちゃぐちゃになった。今日は実験台にカズーを入れた後、脊髄に狼の血を注射してみた。いきなり暴れ出して注射を、助手を食い殺した。手に負えないから檻に入れた。もっと餌を連れてこないと。俺こいつと戦えってこと？ちょっと待って、それは聞いてない。ちょ、聞いてない。それは聞いてない。絶対叩くってことでしょ。 Oh, I'm a mag now. 鍵を外す。何の音？いやー、マジか。またお前いんのかよ。なんでお前後ろ向いてんの？あ、待って、いいこと考えた。こいつにこれを置いて、一回オーケー。なんで、うん、いや、お前もっち死んだと思った俺。待って待って、やっとバカ、やめろお前、やめろお前、やめろ、え、待って、やだ、死んだくない。あぶね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 。お前さ、それずるいと思うよ。お前絶対死んだと思ったもん。俺お前のこと信じてさ、ザワールド。逃げろ、そして逃げろ、逃げろ、逃げろ、よし、暗い。なんで、こっちだよ、おい、バカ、マヌケ、こっち来い。マヌケが、どこを向いているんだ、マヌケが。どこから来る、どこから来る。ん、あ、死んでた。おほほい、地雷一個無駄に。あ、待って、拾えんじゃね。あ、ラッキー。なんだこれ。こっちだ。This way。 なんかエモいね。こっちだぜ、パパ。waiting for you。 ローズはお前のこと待ってるぜってことか。ローズちゃん待たせるなよ。あー、ごめん。一旦無視するわ。感じかな。ご利用ありがとうございます。まあ結構埋まってきたな。それだけか。さてと、一回アイテムかけ、うわ、パンパンやん。あー、これだ、こっちだ。んー、ガチン。おーし、グッドラック。せいぜい頑張りなってみたんだ。グッドラックで。ここなんで貼れるの？うわ、びっくりした。地味にびっくりするよ。ん？なんだこと？反応に今困ったぜ、マジで。オッケー。やばい。どうせカットだろ、知ってんだよ、俺は。あっと。いや、めちゃんこ多くね？お前な、おぶれ。あっぶれ。
お前らスナイパーで負けると思うよ、お前。バイオハザードの TI ルーって言われてんだから、お前。舐めるな。どうにかいた。あ、外したんだ、俺。俺。オッケー。え、俺外したの？もしかして。ごめんなさい、勝手に名前使ってしまって。ごめんなさい、僕は TI ルーじゃないです、僕は。テイクイットイージー。ラストステージ。あ、マジだ。あー、いって。48発もあるかな。48発もあるかな。贅沢に使っていこう。節約しすぎてんな。てか、もうこういうの使っていこうぜ、マジで。もったいねえな。弾いっぱいあるから、俺。どこだ？ガールってまだ。まだいんの？すげえな、マジで。いや、外してる。やば、マジで量。いや、ほんとに多い。マジで多い。もう、疲れた。もう、あんだけ笑ってんだよ、ほんとによ。ほんとに。終盤だからってさ、ちょっとさ、ハードすぎん？森の鳥で。今度は鳥で。工場じゃなかったっけ？俺が戦うのって。いやー、開け、ごま、アモンの剣。てってれれれー。ちょっとねー、まだまだありそうだね。ショットガンの弾めちゃんこ手に入るねー。やっぱ、ザコにはショットガンの弾よ、ザコには。うん。一発で決められるから。タイムズキルが早いからね。モードセーブ始まったね。行きますか、どうせ来るんだろ、ボス戦。ボス戦というよりかは、どちらかというと、集団認知かもしれない。やつらですか。やつらですか。火薬の場所を把握してない。いや、外した。マジか。おいしょ、うまくないよ、食ったって。もう、もうやだ。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 ふっ。オッケー。おー、移送したぞ、ラッキー。もうなんか嫌投げられた。どっから？あ、ちょっと。車線切って、起き倒すと。なんか登ってるやついる。まだ。うわー、もうマジかよ。もう、なんなんで、本当によ。で、OK。で、まだ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 リード。オッケー。いやー、マジやべえ、マジ量やべえ。まあでも、でけえの倒せたのはすごい。オッケー。でかいの倒せたのはでかい、ほんとに。すぐに対応力が神だった。爆弾倒した。俺の対応力神。自分を褒めるしかない。ほんとに神、神って、神しかない。ほんとにすごい。やっと入れた。ほんとに。なんだこれ、アロイ装備。モンハンでありますね、アロイ装備。これ、おい、ほんとお前一番大事なとこ隠してないんだよ。おい。ほんとお前、ほんとお前一番大事なとこ隠さないんだよ、お前。こっちか。ギルド挟んで。ほんとに、一体ずつの戦闘しかしなかったから、それ。これさ、絶対ガコーンってくるやつじゃないの。何が見える？お、見えた。何やってんの、まだ。捕食シーンでございますね。あ、やべ。丸見えやん。すごいね。なんか動物園かな？あべ、あ、なんか、あ、なんか目が今一瞬合いそうだったけど、大丈夫。よし。まだ全然いるな。助けに王の伝令が来て、我が軍の撤退を告げた。国境の要害である砦を、異教と共に明け渡すのは、口惜しい限りだが、あと少し時間をいただければ、
千の人も変わったものを、いやそれは建前だ。私は好奇心からこの地を離れたい、離れたくないのだ。この地にはブレルドが戦士だと呼ぶ古代人の遺跡がいくつも残されている。祭祀用の巨大な四座像、四座像、四座像もちろん刻まれた洞窟壁画、聖杯と呼ばれる石の台座、彼らはどこから来てどこに消えたのか、それを知らず去ることこそ真に口惜しいっていう。なんかめちゃめちゃ手に入る。セーブをするんよーん。セーブをするんよーん。セーブをしたからには敵たくさん現れる。グレランは持ってまだ続くのか。いやこれ降りたら始まるんだろうな。降りたら始まる、そんな予感がする。俺は行くぜ。でいや、もう壊しとこう。メールフゲームも壊して相手もらってショートカット付きでして、カメラ何がまず、何がまず、何がまず、何の音こいつは。あーついにお前と戦うのか。 OK、 あ俺お前と戦うんだついに。おおすごい迫力やるねあんた。こんなんじゃ意味ない。待てよ、もうこれは使うしかないでしょ。これをすぐに、さすがにこれ使うしかないでしょお前。で一回 OK、確実にやってろ。で、オッケー。すごい迫力。で、これ意味あるのかな。戦って勝つしかないもんなもう。なんだ離れてるんだ。登ってった。今のうちに相手あんまり集めよう。で。ザコ呼ぶ機会もしかして。オッケー、もう一度。なんかさ正直こいつ、あ待って、ザコいるやん。ザコはショットガンでワンパン、うん、これってこれ鉄則、うん、ザコはショットショットガンでワンパン、これはねもう当たり前。また登ってったお前、あばい、危ない。正直ね、でも一番ボスの中でねそんなに怖くはない。うん、高じゃ、よっしゃい、ガード、よし、なになになにその動き、なにその動き、なになになに、あら、あ、ちょ、待って、なに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 、ちょ待って、なーまめんなー、つけてんながなー。お前結構硬いな。よし来た、よし来た、よし来た。フィーバータイム、フィーバータイム。よしよしよし。いや。なんだ、すげえなんだから。ザコはショットがねワンパンなんで初手。やばい、サメんだ、サメんだ、サケダンサメんだ。失礼しまーす。ちょっとね、盛り上がってるところも、初手は、初手ザクはワンパン。オッケー。いやもうね、的確すぎる俺の判断が。FP です。やばっ、グッ、あれー、一番喉にね、負荷がかかる今声。オッケーだ。それね、実はね、実はね、隙が多いんだよ。それ知ってた？それ実はね、隙が多いんだよ。隙が多いんだよ。オッケー。お前、マジで。グッジョー。いやー、おー、ザマミロかっこいいな。お前俺のセリフ取らないで、なんかかっこいいこのドグロ。ういー、いやー、やっぱあれかね、ロケランが強いですわね本当に。で、なんかハンドガンの弾めちゃんこ持ってたなってなんか気づいたら60発持ってんだあれいつからこんなに俺持ってたのハンドガンの弾っていう。あ、ラッキー。あ、開いてる。なにこれ、
ティ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 いやー疲れた。あ、お、あ、手に入った。赤ん坊、ローズの記憶か。なかなかやってくれるじゃねえか。見応えあるぜ。おサンキュー。いつまで隠れてる。お前たちを引きずり出してやる。そうがっつくなって。あともう少しで全て型がつく。型？手を貸してやるよ。だがその代わり。なんだ言えよ。まず俺のところに来い。瓶は祭壇に収めろよ。そうすれば場所はすぐにわかる。じゃあな、イーサン。いいさ。じゃあな。いいさ。なんか調べられるものとかはないの特に。え、終わりなのここ。お、マジ？てっきりここであいつと戦ってさ、もう一個のステージ行ってからミランダと戦うとかと思った。なんだこれ。グリエルモの金盤？あ、ボートだ。ナイスボート。でももう水のやつ倒したからさ、怖がるものはなくない？あの、カルーにさ、侵食された敵でも出んのか？もしかして。え、ただボート乗るだけはないだろ、さすがに。毎回思うけど、低くね、姿勢。低くね、姿勢。え、本当になんもなかった。何このギミック。え？ただボートを操っただけ。謎や。なんかさ、牢屋の中に狼閉じ込めてたとか言ったからさ、正直なんかやばいのいるんじゃな。カドゥ移植実験記録。被験者175ヘルツで。ミハイエム、21歳男性、肺炎の基準、基準エレキあり、銀細工職人、適合率低い、カドゥ接種せず、対組織変異と知能低下、雷管症例、放牧処置へ。ベルナデッセ B、21歳女性、基準歴なし、突起15なし、死亡。オルチーナ D、44歳女性、先天性血液患者あり、没落貴族の末裔、村の人間ではない、適合率極めて高い、知能低下見られず、体組織変異を任意で制御可能、認識操作装置の後、特別観察対象へ、オルチーナ D。オルチーナ D ってあれじゃないの？ドミトレックスじゃないの？ドミトレスク。知らんけど、オルチーナ D。あ、D ってドミトレスクの D じゃない？それみんな知ってるわってやつ？みんな知ってるわってやつ？モテない。そんなことは許さない。見てね、PS4 が悲鳴上げてるんだよね。でもなんか面白そう編集みたいなのも作りたいからさ。まあ、消すわけにもいかないですね。ってところで、あ、ニワトリだ。まあ、いいや。無摂取を極めましょう。またハンドガンの弾。めちゃめちゃ手に入るな、ハンドガンの弾。で、これどこだ？これどこだ？あ、木彫りラッキー。あ、違う、これ壊しちゃった。カチッとなー。これどこに綴るんだ？あ、これここか。なんか嫌な音聞こえてね。一瞬嫌な音聞こえて。一瞬嫌な音が聞こえたけど、まあガムシ決めてんだけど今。そういうわけでもいかない説あるな。何も入ってない。なにこれ。三つ編みの、あ、ウルケだ。ショーはここからだ。もう終わったわ。なにお前。なんで？ほんとお前いきなり俺に閉じか、いや、なんで？いったお前やるかってめえ。殺すぞお前。やるぞお前。よし。あー、地雷作んの忘れて、まあ、いいか。よいしょ、全部揃った。
おお。なんだこれ、聖杯？なんだ。あ、であそこにはめ込むんじゃね？うん、だと思った。よいしょーん。あ、やっぱりだ、ビンゴー。あ、はめ込まれた。で？あー、一番最初に見たわ、このギミック。何のことなんだろうと思ったら、俺のことだったんだ。あのドミトレスク城で、あの見た。もうなんか橋がかかった。ない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 、なんか。あ、なんか沈んでいく。あれ？お？え？あ、え？あ、あ、え？エレベル。またエレベーターが、また俺のフリートークかよ。また俺のフリートーク。ですね、そうですね。バイトがしてありますね。僕はそうですね。バイトがしてあって。バイトのね、店長もね、バイオハザードやってて、そのマネージャーみたいな人もね、バイオハザードやってね、僕はバイオハザードの話をするのがとても楽しいんですね。カットしたいです。僕はこのフリートークはね、誰に需要があるでしょうね。ほんとにね、おい、エレベーター時間投げんで、ほんとにこれを。何言えばいいんだよ、バイホザード。バイホザードを俺でやったことなんだよね。お父さんが0、1、2やったことなんですね。3もやったことなんです。僕はやったことあるのは逆に、3やります。3、RE3 やったことあって、7やったことあって、5やったことあって、次これこれしてね。あと、あれです。オペレーション、バイオハザードオペレーションラクーンシティっていうのもやったことありますね。はい。あと何でしょうね。バイオハザードそんな感じですね。でもバイオハザード好きなんですね。リベレーションとかやりたいと思うんですね。バイオハザードの世界大好きなんですね。実はね、僕ね、バイオハザード、てか、もともとホラーゲーム苦手だったんですね、僕ね。でもバイオハザード、初めてね、ホラーゲームね、克服してね、それでだんだんホラーゲームに耐性がついたんですね。前回のあの赤ちゃんのですね、めちゃ、あ、しまった。ガキなら心配すんな、イーサー。それでいいんだ。それでいいんだ。いいから橋を渡ってとっとと来い。いや、セーブするよ。いや、セーブするよ。いいから橋を渡ってとっとと来い。これがラスボスの場所なの。今回の。イーサン・ウィンターズ、ようこそ。おお、自動ドアだ。まさかゾナとモローまで殺すとはな。だがアメリカじゃもっとひどい目にあったんだろう。お前が気に入った。ローズとミランダのことについて話がしたい。中に入ってこい。心配するな。罠なんかじゃねえ。何のつもりだ。お前、罠あるやつが罠って言うかよ、バカ。罠ねってみんな言うわ、お前。罠あるよって言って誰が来るんだよ。罠ないってみんな言うだろ、そりゃ。まあ、ガンパウダー手に入る時点でもう俺は信用なくしたけどね、今。それともあれか、あの有効な証としてまず一番最初にガンパウダーを渡したのか、わからねえな。あ、なんかバイオハザード、なんか今までのバイオハザードのステージっぽくなったな、いきなり。そう、今までこんな感じだったからな。急にどうした、何これ。開いたらまさかのローズ。なんだこれ。殺した殺した殺した殺された。あ、ミア、ミア、クリス、ローズ。辛いよな。当ててやろう。当ててやろう。他の奴らと同じように俺を倒せばローズを救えると思ってるんだろう。もちろん。娘は治ると聞いた。いいか、分かってねえよ。くそ、うるせえ。おい、静かにしてろ。何がいいの。悪かった。他に誰かいんの。まあ、座れ。いいか、お前はミランダに踊らされてる。何の話だ。これもゲームか。座れってんだろ。なんだ、強引な野郎だな。あの図体のでかいクソ女、ブサイクなサイコニー、薄野郎の怪物。わからねえか、試されてんだよ。ミランダの家族になる資格があるかどうか。そんなものになるつもりはない。俺だってそうだが、このざまだ。最後に俺を殺せばめでたく入れ替えってわけか。ふざけんなよ。お前らの事情なんか俺にはどうだっていい。俺は娘を取り戻したいんだ。俺もだよ。あのガキはやべえ力を持ってる。ミランダもビビるくらいに。いい加減にしろよ。何と言わせんだ。誰がいんの下に。
俺と組まねえか。一緒にローズを奪い返して、あのガキの力でミランダをぶち殺してやるんだ。ローズは人殺しの道具じゃない、クソ野郎が。最後のチャンスだ。このまま地獄を見たくないだろう。やってみろよ。ご愁傷様。ロギタ。チェーンソーの野郎がいいんだな、多分きっとだけど、わかんないけど。いいよ、よく言った。お前そのイーサン、お前の闘志を見、俺は顔を。よく言った。オッケーイーサン。やっぱりチェーンソーだ。オッケー、逃げろ。弾撃ってもなんでリロードしちゃってんの。こっちか。で、あ、こっちか。大丈夫、イーサン、俺に戻る。ここはこれでいける。オッケー。大丈夫。行き止まり。行き止まりじゃない。じゃ。慣れてるよ、こんなのはもう。朝飯前よ、こんな。バイオゾーン長く言ってる場合、こんなもんね、何度もやるよ。いいが、恥をかいてもいいから、とりあえずプライド、誇りは捨てるな。何なんだ、あいつら。ほんとだよ。まあでもこれ、もうどっからどう見てもボス戦のフィールドなんですね。もうどっからどう見てもボス戦のステージなんですね。もうだってさ、あいつはさ、いろんな能力で、なんかスラマップギーが取れる。スクラップギー。拾えないの？もうパンパン的な？拾えた？よいしょ。いやー、いいキャラしてんだよな、あいつ。一番ハイゼンベルク。一番最初に名前覚えたもんな、マジ。なんだこれ。どこ見るか。どうも。爆発んじゃね？あ、特攻隊だ、こいつら。いいだよな。あ、なにガードしながってんだ。初めて知った。ここまで来て、やっと初めて知った。よいしょなんか、いかにもバイオって感じのステージになったらいきなり。なんか今作全然なんか今までのシリーズと全く違う雰囲気だったけど、まあそうだよね、やっぱこういうのが廃墟といえばバイオですから。そうでもないけどさ、まあ警察署とかもあったら別に廃墟がバイオというわけにはいけないけど、いやーでももう終盤なんじゃないかな。どうなんだろう。もうだってさ、4分の3倒してるわけでしょ。でも今4分の4何、わー、なんだここ。上に戻らないと。地上へ脱出する。